3号艇渡辺由美ピット離れ若干覗きましたができるまでは至らず、6艇バックストレッチ側1二さん4号6定番順となっています。水面上は第10レースの予選特勝を迎えています。対戦メンバー1号艇土屋みなみ、2号艇船越桃奈、3号艇渡辺由美、4号艇松江ひろみ、5号艇大久保優香、6号艇北根由佳、以上のメンバーです。まず1コースには1号艇土屋みなみが向かっていきます。その隣2コース2号艇船越、ともにここは準優の枠番を良くする戦いとなっています。センター3コース3号艇渡辺、今日の前半カードまくってシリーズの4勝目、ここ上位着に来れば自力でのシリーズリーダーとなりそう。4コース4号艇地元の松瀬、得点率17位で正念場、大敗はできません。アウトの5コース5号艇大久保、1着ならば 6.00 でボーダー越え、2着 5.67 はボーダー対、最アウト6コース6号艇地元の北はボーダー、すぐ下19位からの勝負がけ、3着以内が目安の勝負がけです。角は4コース4号艇松瀬、枠なりの3対3、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。スローの3艇と4角4号艇松瀬まで4艇びっしり揃ったスタート。1周1マークイン、先手は1号艇土屋、2号艇船越が刺す、3号艇渡辺由美は2番差し、間を探って5号艇大久保優香でバックスレッジ、バックスレッジ内から伸ばしてくるのが3号艇渡辺と2号艇船越、1号艇土屋は一定審査3番手、スタートは正常。1周の2マーク3号艇渡辺由美に全速つけまい、2号艇船越船越桃奈、これが決まった。先頭2号艇船越桃奈です。2番手3号艇渡辺由美に、内から1号艇土屋、そして5号艇大久保が3番手並走で続いていく。後方4号艇6号艇の順でレーサー2周回目、2周の1マーク3号艇渡辺由美が2番手で回っていく。1号艇土屋南は3番手、上位の体型2番3番1番、後方5号艇大久保、4号艇松瀬、6号艇北、確定がスイットラ、これから2周の2マークです。2周2マーク先頭で2号艇船越桃奈です。3号艇渡辺由美2番手、1号艇土屋南は3番手、上位の体型変わらずの2番3番1番、後方5号艇4号艇6号艇の順で各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークに向かっていきます。1周の2マークお見事なつけまいでした。2号艇船越桃奈、エース機のパワーもしっかり活かし、先頭最後のバックスレッジ、2番手3号艇渡辺由美、3番手1号艇土屋南、上位の体型は2番3番1番、3連単2三1の組み合わせは 27.1 倍、これから最終コーナー得点率 8.00 で予選終了。2号艇船越桃奈が最後の直線、そして3号艇渡辺由美、得点率 9.50 シリーズリーダー、3番手1号艇土屋南2三11着2番の船越桃奈がゴールイン、2着3番渡辺、3着1番土屋がゴールイン、後方5番大久保、4番松瀬、6番北がゴールイン。